未来は僕らの手の中ということで始まりました。本日もゼロヘルツチャンネルのお時間でございます。こんにちは。お願いします。ということでですね、もう終わりまして中野サンプラザでございますよ。はい、やばいよ。僕がやってた頃からもやっぱりありましたし、憧れの舞台に皆さん立たれるということですね。スターで、お金もね駆け上がってお金も有り余るほどもうそうですね。はい、今日も1万円捨ててきた。なんでちょっと最後にちょっと多いから捨ててきた、はみ出してた。そんなね、今お二人ですけれども、長いバンド人生を送ってきたと思いますけれども、お二人に今でも下積みだっておっしゃってましたけれども、本当に若手の下積み時代はなかなかお金がなくて苦労されたご経験もあるんじゃないかと思うんですけれども、なんかふと聞いた話だったんであれなんですけど、ていかさんすごい借金があった。そうだね、それをすごい借金だったっていう感覚も正直自分的にないんですよ。大体100万円くらい借金あったんですけど、なんか別にじゃない。俺300あるんで借りた時も解消あってからも別になんかそんなになんとも思ってないというか、周りの人に言うとちょっと引かれちゃったりするあれではあるんだけど、まあでも世間一般で言ったら多分100って結構多いですよね。しかも多分借り方とかもさ結構バカでやってたんだよ、定価は。そう、なんかまず俺すごいなって思うのが、バイトもしてない19歳の子が50万円借り入れできるっていうのが俺まずやばいと思う。借り入れちゃうっていうのはね、日本への問題定義ですね、これは。いいんすかね天才能力的なのはね。そうそう、普通に考えてないし、まあ50万だったらまあまあまあ回収できるだろうってあれなんだろうけどさ、その借りれちゃダメな気がする、意味もなく。まあでも一応総量規定っていうのがありますからね、年収の3分の1までしか借りれないっていうのがあるんで、年収ゼロなんだから一人のさ、人間としてのさ最低ラインというかさ、大丈夫ですよっていうので信用のもと借りた感じがするよね。クレジットカードのキャッシングの2個と消費借金2個ぐらいかな。じゃあ4社ぐらいかな、4社か3社とかだと思います。バイトとかもとりあえず1回やめて、バンドが次のバンド始まるみたいなで、そこは結構忙しくなる予定だったの。これはいかんと、今のうち遊んでおかなきゃってなって、もう毎日友達と遊ぶわけですよ。でその度に1日なんか何万とか23万とか ATM から下ろすみたいな感覚でキャッシングするんですよ。ずっと言ってた。もう完全にもう手口にはまってる。そうそう、でそんなさお金だからすぐなくなるじゃん。そしたらまた借りればいいわけ。3万円欲しかったら3万円って打ったら出てくるから、でそんなのをやって1個消費者金融のがパンパンになって、あ、じゃあもうこれはダメだってなったら持っててクレジットカードの方のキャッシングとかするわけで、でかい買い物したとかじゃなくて、ただただ遊んでたら100万円くらいになってて、そっから大変だったのが返す時ですよね。もちろんリボ払いで返すわけじゃないですか。例えばだけど、月に1万円1社に返すとしたら6000円か7000円くらいかな、元金が。元金か最低入金金額みたいな。そうそう入れて、最低これだけ入れなきゃいけないみたいなのがあって、それを入れてからその明細が出てきて見ると、元金が6000いくらで利息が3000いくらみたいなで、大体4000くらいもう返した時の4割はもう利息だから減らないの。半分じゃね、毎月それで返してるんだけど一生減らないの。やばいよリボはね、本当にやばいですから。なんか額がちっちゃかったら多分大したことないんだけど、で何社もあるからさ、1個にまとめれたらまた違ったんだろうけど、1個ずつに毎月8000円とか1万円とかをちょこちょこ返してくみたいなのを多分2年くらいやってて、それでもやっぱり何十万とかまだ残ってて、でなんでかわかんないけどクレジットカード一回そのキャッシング枠全部使って、そこから多分滞りなく返してるんだけど、なんかもう使えない状態になってる。カード、お金返すカードみたいな、ああ返済専用カード、ね、そうそうそうになってて、それすごい嫌でした。あれってしかも全部返し終わってもう一回審査しないと使えない。そうそうそう、そういうもんなんだ。そうだから俺はもうカードをいっぱい持ってるのにお金返すカード借りることはできないけど返すカードあんなに楽しかったよね。そうあんなにさお金くれてたの気づいた時にはもうなんかすごいね。あれやんなかったですか、返すためにお金を借りるみたいな、自転車操業的なやつ。俺はねそんなことしてない、変なことしたくないの。バイトとかは無駄な変なこと出るの、バイト借りればいいんだから。本当にみんな借りてみてほしい。これめっちゃ怖いのがさ、当時の定価とかも知ってるからあれなんだけど、感覚がさ、今はもうお金が何たるかとかはさ、みんな大体わかるじゃん。若い頃でさ、あと2万あればなとか、あと1万でこれ買えるしな、だけどバイト代が入るのってさ、もう25日とか30日とか、あと20日間あるしな。計画的にお金使える人はさ、また違うと思うけど、普通に借りれちゃってすぐ返せる額って最初思うじゃん。これめっちゃ怖いなと思う。確かにそうなんだよね。3万足りないとかになったら、ちょっと待てばいいものを借りればその場で買えるからとか、多分そういう感覚になる。そうですね。一般的にはそれすごい良くないし、そういうことしてる人がいたらやめた方がいいよって言うけど、俺的にはもう全然 OK。 推奨借金推奨してるわけないわけないってなっちゃうよなっちゃうよ。メアリー・ジュンが言ってたの。俺は借金をちゃんと作ったことがないから、どうなんだろう。なんか俺たちはさ、割とその都内のさ、都内じゃないけど俺埼玉だから、関東近辺に集まったものだからさ、急な引っ越しとかする必要がなかったから、俺は多分まとまったお金が必要とか借りるとかなかったんだけど、俺が例えば地方にいて上京する気合があった時、怖かったなとか、絶対お金返せると思ってるしさ、バンドで 100% 売れられるって思って出てくるんだね、俺って多分。そうなってたら俺も借金作ってたんだなとは思った今。それこそ僕の周りで行くと、機材買ったりとか自主でやってるバンドで PV 撮ろうってなったら1人いくらみたいなのあるじゃないですか。そういう時にやっぱり PV とかだとまとまってね、20万とか必要だから消費者金融行って借りてくるみたいな人は結構周りにいたかな。お金だけじゃないんだけどさ、借金の何たるかみたいなのってさ、会社から借りるのもあるけどさ、個人間もあるじゃん。まあそうですね。バンドとかだったら余裕がある人とかいたら助かるんだろうなとか、周り見てると思うかも。親が金持ちのさ、人がいるバンドってさ、やっぱり動きも違うじゃん。最初に頑張れるから、それでなんか良くなったバンドとなくなっちゃったバンドとかいるんだろうけど、俺たちは多分みんな平等にお金なかったからさ、羨ましくてしょうがなかったですよね、そういうね、お金持ち。そういう人はね、バンドやっちゃダメだと思う。ハングリー精神ね。バンドで稼ぐしかないっていう方がいいから。でもね、まあ結果的には今は定価さんは借金はゼロゼロ。でもね、本当に機会あればまたしたいな。人生のいい体験じゃないよ。なんかね、本当にね、なんていうんだろう、ちょっと言い方違う、なんか癖になる。なんて言ったらいいんだろうね、あの感覚。癖になるっていうか、だから常駐にはまってるっていうか。そうそう、なんか結果返すし、結果の多く返すことになるんだけど、やっぱその時にさ、何にもしてないのよ、お金が手に入るっていう。それこそ借金って多分形がいろいろあると思うんですけど、学生が奨学金を借りるのも借金だし、学生ローンみたいな今あるのか分かんないですけど、それかわいそうだよね。いや、つまり奨学金とかさ、意味が分かんないじゃん。30いくつとかまで返すんでしょ。まあでもだから考え方だと思うんですけど、じゃあ大学に行ってじゃあ医療を学びますってなって、その医療で今後お金を稼ぐって。いやだってさ、そうなった結果さ、社会貢献もしてさ、その分大きく上回る税金をこれから払っていくわけじゃん。まあまあ、なのになんか借金もやるみたいなのって結構狂ってるよね。まあほんとちゃんと、まあね、それはまあ確かにそうかもしれない。許せねえな、この制度。ちょっと言ってこうかな。学生の票めちゃめちゃ取れますよこれ。もっとさ、みんなができるようになれば、もっとみんながお金稼げて、結果なんか税金もいっぱい払うことになるのになって思うよね。確かに。何が言いたいかっていうと、みんな借金してください。ちょっとさ、これあれなんだけどさ、それこそよく言ったらさ、例えば銀行から借りる会社の人とかさ、広く言えば同じことで、これを仕入れたいからいくら銀行から借りても、方法は超違うんだけど、考え方によるのかなと思う。惰性で普通にさ、借りて使ってとかしてたらダメだと思う。確かに何かのためだったらね、なんか始める時ってさ、もうめっちゃ金持ってても借りるっていうじゃん。でかければでかいほどいいみたいな。俺はもう何にもなく、ただ遊ぶためだったから、それでもこんな素晴らしいと思えるんだから、この人間になれるんだよ。本当に素晴らしいんだろうね、借金っていうのは。100万借金したらこんな面白くなれるの、これ天秤にかけた方がいいよ、人生と。そうだってもうやばいと思いつつさ、毎月、まあ、返すのはまあ多くても4万でいいわけじゃん。それで100万円借りれるならね、もう本当にお得だからだって100万借りて4万円返すだけでいいっていうことは96万円もらってるっていう状況になってるわけその計算式すごい多分考え方によっては100万円を遊びにボーンって使う機会って多分まとまって100万手元にね自分のお金になるって機会あんまないと思うから、その経験を月に4万で買えるって考えたらすごいよ。怪しいまとまってはなかった、ちょろちょろやっちゃってるからつまんでる感じみたいだからよくなかったけど、ボンとやっていけばよかったなと思う。例えばなんか免許取るとかさ、終わった後何も残ってなかったからそれが嫌だってぐらいで、それ以外は全然もう最高。これ見てくれてるのが消費者金融の方とかいたら、こんなんあるよみたいな、またまた借金しに行こう、借り方案件俺が借りてみんなに紹介したいんで泣くんだよお母ちゃん泣くんだよ、さすがにかわいそうに。某大手消費者金融さんは言ってますけれども、ご利用は計画的にということでですね、こんなん言うならバイトもしてない19のやつ金貸すなって話だから50万とか貸しちゃダメだから10万だな。これを見てくださってる方の中にもしかしたら借金をして今苦しい思いをしている方ももしかしたらその人に向かっていらっしゃるかもしれないけど、今の低下さを見てくださいということで、頑張れば返せるから、そういうことです。そういう経験がない子がいたらもうぜひ借りてほしいっていうのとで、もう今もう借りちゃっててもう首回んないよっていうそういう状況の人はもう返してください返した方がいいよ、ちゃんと返すか借りるかっていうところだよね。借りちゃう、借りてみんのもいいもんですよ、そんな悪いもんじゃない借金っていうのは。使い方と自分の経済能力に見合ったね、ちゃんと返済できる金額の範囲でっていうところでね、なんか欲しいものあったら我慢する必要なんか1ミリもない欲しくて今お金がない、5日後給料日だ、だったらもう借りちゃえばいいからみんなで経済回していきましょう結構ね今の日本のさ経済状況、社会情勢結構ね切り込んでいった内容になったから、確かにそうですね、経済界に物申すということですね。まあ奨学金問題とかね、俺もここまで言っちゃっていいのみたいな心理みたいなついちゃったから池上てかさんのこの意見に共感するよっていう方はぜひね、高評価とチャンネル登録いただけたらと思いますので、借金良くないですとかいうコメントはやめてください分かってる自覚あった分かってます、ガチの人たまにいるんですけどガチのいらないんでじゃあそんな感じでまた明日の動画やりましょう。ありがとうございました。空上にいる君を連れ出したどこか遠くへ抱えた傷もここもボロボロだよ、最初から僕が迎えに行くんだ、だからもう一人で泣かないでいいよずっと。じゃないプライド、君だけを笑顔にしたいと願うほど遠ざかる夢、いつか叶うそれまでは何度でもここに来てき